打倒ソウルオリエンス、青葉賞はスキルビングが勝利。に対するみんなの反応集。スキルビング重賞初制覇、今年こそ青葉賞のジンクスを打ち破れるか。ルメール強い。ハーツコンチェルト頑張ったな。北さんブラック3区は勢いあるけども。ハーツコンチェルトは松山下げすぎだろい。ハーツコンチェルトは強いのか弱いのか全然わからん。ディムール結構来たな。やはり府中のルメール、府中のルメールは全てを解決する。強かったけどダービーはこれファントムシーフの理想やなルメール。さすがに天栄優先やろ。さすがにか。でも今日このパフォーマンスならファントムシーフのがダービーいけそうやで。しかし2着がハーツかけるダンジグ。ワンアンドオンリーは秋まで耐えたからまだいける、多分。時計で次これお釣り残ってないんじゃないかな。青葉賞で全力尽くして本番お釣りがなくて勝てない。ジンクス通りに今年もなりそうということか。二段加速やるやん。秋には強くなりそう。ちょっとタイム早めか。こうなるとルメールはスキルビング騎乗か？ファントムシーフ保有にしてるからそういうこと？ルメールはどっちに乗るんだい？ダービーでは打っても白三角かなというレベル。ルメはこっちじゃないだろうから消しかね。というか北三三区は勝つと嬉しいな。ルメはファントムシーフを保有してるから多分こっちだよ。ルメールダービーはまだファントムシーフ確定ではないのよね。ファントムシーフわざわざ保有にしてるらしいし、これでダービー行きそう。これで習得賞金3600万円でオープン入り。キムテツだしこっち乗るんじゃね。ダノンザタイガー出れなかったの痛かったなこれ。ダービーは素直にサツキ組で良さそうだな。正直1枚落ちるは青葉賞組。あっさり抜け出したならともかく最後の叩き合いがな。タイムも23秒台出たし、これがなかったらダービー勝っても良さそうだったけど。北三三区勝つと気持ちいい。ホースマンからしたら自分の管理場がダービーに出走するのだけでも一つの到達点でもあるから、ここで出し切ってたとしてもあーだこうだ言えんわ。マイネルエンペラーのどん詰まりで沈んでいく姿、もともと府中を試しできたようなもんだし、まあしゃあない。勝ち方見るにオッズによって勝ってみるのはありかもしれんな。消耗してなかったらええんやけどな。思ったよりハーツに迫られたのがな。ダービーで有力馬になるならここはもっと楽に行きたかった。なんで期間短い京都の方が勝ち馬出るんだよ。立冬と美穂の差、大そり機くらいの期待はできそう。つまり青葉を骨折ってこと。権利取った2頭は強かったと思うけど、このタイム出てしまうと本番は。よう勝つな北三三区。途中騎士体感がかかった、煽り受けちゃった成果、直線しっかり走った感じに見えた。もっと楽勝するビジョンだったからダービーどうしようかな。ハーツコンチェルトも府中じゃ強いのはわかるんだけど、こういう言い方はひどいけど青葉賞で本気出さなきゃいけないような馬はダービー用なしや。中3周でまた2400走れるような馬じゃない。ハーツコンチェルトが頑張ったのもあるが、こいつがハーツコンチェルトに肉薄されるレベルの馬だったって意味合いの方が強い。東京にハーツコンチェルトってそこまでバカにできるか。まあダノンザタイガーとガストリックに負けてるし。東京のガストリックとダノンザタイガーってそこまでバカにできるか。なんなら出遅れかましてなかったか。あん時の初コン解消したかったが、叩き合いタイムも結構ちゃんと出た。うん、これは今んとこファントムシーフの方が強そう。あと1週間でも感覚があればまた違ったんだろうが。強いけどそこまでやか。ソウルオリエンスより強いはない。強いのは強いけど同じパフォーマンスをダービーでまたできるイメージが湧かない。勝ち時計2分23秒9は、2020年オーソリテの2分23秒0、2017年アドミラブルの2分23秒6に次ぎ、青葉賞史上3位。実力もまあまあ疑問でタイムも出てるんだと、さすがにここからダービー馬は無理すぎる。青葉賞ジンクスって勝ち馬がダービー勝てないってこと？それとも前走青葉賞が軒並みダメ？確か後者。それはやべえな。まあでも馬券には絡んでるしきれないよな。勝てないこと。ロブロイ、ボリクリ、ウエンも含めてその後強い馬はそれなりにいるけど、ダービーだとそこに全てかける馬には勝てんのよ。上でも上がってるけどレース間隔短いのに、ここで全力出せたら本番はそのパフォーマンス発揮するのも難しいし。青葉賞勝ち馬のみならず、青葉賞出走馬からダービー馬は1頭も出ていない。前走も2400走って疲れてたみたいなのに、ここ走って大丈夫なのかね。それなりに余裕残してあるんだろうけど、まあサツキ賞組かな。あと京都次第。今年も青葉は実らなそうですか。そうですか。普通のハーツコンチェルトはハイペースのトースポハイでブライレイでといい勝負するくらい。なんかルメールのコメントがうん。もともとリップサービス多い方だし当てになるかな。 G1 ホースだと思いますね。またルメールが全力で吹いてる。ダービー予約よりマシ。ルメールのインタビューくっそ微妙そうな顔とコメントしてね。まあダービー負けてもこれで2勝クラスから下積みする必要はなくなったからそれは良かったけどね。普
中2400の強さ見ればダービーもまあ5着前後には来そう勝てそうとは。まだ京都新聞杯あるけど紐で入れといてもいいんじゃない？後々良くなるとかいうダービーきつそうなインタビュー。同じようなこと言ってさつき勝った同3区が今年許しセーフ。実際北三三区の特徴じゃなかったっけ？まだ初年度しか6に走ってないからデータとしても眉唾だけど。それにしても北三の3区はどかどか重賞勝つな。万世の可能性も十分あるしダービー勝てなかったとしても今後が楽しみだわ。余裕残しっぽかったから府中ルメールパワーでなんとかなったりせんかね。ルメちゃんの表情が微妙やね。イクイノックスの時と比べたらだけど、UMA に返却突っ込んでるような馬と比較するのもどうかとは思うが、単純にダービーの最大のトライアルレースは皐月賞という厳然たる事実があるだけ。もちろん別路線組からダービー馬になることもあるけど、もうちょい前に出して先行押し切り圧勝なら変えたが後ろからあれじゃな、ソウルオリエンスの末足には勝てん。最近の青葉賞馬でちゃんと強かったのってオーソリテぐらい？ここ10年だとオーソぐらいだな。テネイクラシック出走馬やっと増えてるじゃん。よかったね。二段加速は見応えあったけどどうにも全力使わされた感が拭えないわな。この馬自体は北三三区なだけにまだ先が期待できると思う。一段目で勝ちたかったように見えるわあれ。デビューから応援してたから勝ってくれて嬉しい。怪我はすんなよ。まあ北三三区が結果出したわけで、素直にソウルオリエンスでいいかなって感。あとやっぱりルメール怖いので、どの馬を選ぶかってところよね。青葉賞で一番ダービーを夢見たのはペルーサだったな。余裕残しで圧勝してこれはダービーでもと思わせたもんだよ。本番では出遅れ&超スローペースで終了。その後は気づいたら寝た馬になっていた。G1 は勝てるかもしれない素質は感じるけど追走とか色々改善した秋や4歳になってからな気もするな。4歳でドバイ経年。掲示板を北さんで埋めてやれ。まあ今まで最低でも1ヶ月、今回に至っては3ヶ月近く休養入れてた馬が、時計の出る叩き合いの後中3周でダービー。出てちゃんと走れるのかって話でもある。輸送だろ絆もアグネスフライトもシャフリアールも関西馬じゃん。予想より、というか予想通りそこまで強くなかったからな。こっからダービー勝つならハーツコンチェルトを突き放すくらいしてほしい。もう片方の北三三区推しの愛、泣く自己条件でもいいから頑張ってほしい。距離どう思う？引く狙うべきなのか否か。そっちは兄弟を見ても小馬からだからゆっくり応援しよう。兄もこの時期はこんなもんだったし長い目で見よう。スキルビングは菊花には出る気あるのかな？菊花の前哨戦出て、天皇賞秋もあるか？もともと大本命は菊花で。天秋出るなら菊花の前哨戦使わなさそう。ジャパンカップなら使えそうだけど。まあこの結果ならスキルビングは本番も変えるな。そこまで本気の仕上げじゃなさそうだし。逆にハーツは変えない。これは本番お釣りなさそうや。菊でソウルオリエンスの3冠をスキルビングが阻む胸圧展開や。抜け出した時突き放すかと思ったけど坂で一旦減退して登った後にじわじわ伸びる感じだし去年のイクイノックスや。ドウデュース並みの力はまだないんじゃないかな。そもそもハーツが弱いという認識が間違ってると思うのよな。やっとこそアキス成功しただけのように見えるぞ。内回り弱穴だけな気はするわね。ハーツは左回りがめちゃくちゃ得意な気がする。なんというかこうダービー勝てはしないけど馬券には絡みそう感が強い。アドミラブル、青葉賞1着ダービー3着で守護馬入りできる。というかルメモだけど松山も本番どっち乗るんだ。さすがにタスケーラ。菊花本命としても前哨戦でソウルオリエンスとかぶせたくはないだろうな。正直最近異常な G1 が続いたから極端に強そうには見えんが、世代戦の G2 と考えると悪くない。だけど本番のお釣りが、あるかは怪しい。馬券の試写選択面白くなりそうだな。もともとスキルビングはダービー出れるなら出るけど、まあ今後も考えて賞金は取っておきたいよね程度でしょ。むしろスキルビングよりがっつり仕上げてきてたハーツコンチェルトの方がお釣りなさそう。スキルビングの方はちょっと陣営が色気出した仕上げしてたのがどう出るかだな。スキルとハーツは紐に入れる程度かな。豪華メンバーっぽかったのに回避多くて結局なんとも言えない感じになったな。おとなしく3着固定しよう。青葉賞歴代好タイムベスト5。20年2分 23.0、オーソリテ、ダービー未出走、17年2分 23.6、アドミラブル、ダービー3着、23年2分 23.9、スキルビング004年2分 24.1、ハイアーゲーム、ダービー3着、16年2分 24.2、バンキッシュラン、ダービー13着、22年2分 24.2、プラダリア、ダービー5着、強い青葉賞馬でおなじみのボリクリやロブロイ、マメキンなんかは入らないのね。北三三区だし成長に期待して秋天やジャパンカップの方が楽しみな馬。
まあ同じ北さんでもっと強いやつが来そうなんだけど、金量差でなんとか食い下がってくれ。こいつの目標は菊花賞だよ。わざわざ陣営がスタミナ強調してる。マジか。決闘的にはそんなに長距離向きに見えなかったから思い込んでた。まあ秋からの馬ってのは間違いなさそうだな。つまりスキルビング、ガストリック、ダノンザタイガーってこと？まあ天栄の関係やし、多分スキルビング乗るんやろうけど、ソウルオリエンスには勝てる気しねえな。って感じの顔やったな。そつなく乗って綺麗に勝ったのにそこまで嬉しそうじゃなかったし。ルメールの重賞勝ちインタビュー大体笑顔で嬉しそうなのに、今回は勝った後からずっと、渋い顔だから何か思うところはあったんだろうな。まあそれでも2頭出しできっちり勝ち切ってる北さん、3区は本番でも切れないな。ハーツも東京では強いのが再認識できたし、ディープ系は6頭くらい出して権利も取れないくらいなので、本番は切っておけばいい。タイム考えると強くねとは思う。ただお釣りがありそうには思えんのよな。秋に期待。さすがにソウルのが強いな。本気は出してないんだろうけど、勝ち方がギリ。とりあえず怪我しないでね。